さあ、まずはですね、今週の湖北の風景ちょっとご覧いただきましょうかね。まずは先週末開催されたイベントからこんなお写真届いてます。どうぞ。はい、こちらですね、同じこのね、長浜市湖北町早見の、イルミネーションですね。先週のこのコーナー、そして前々回もご紹介したんですけれども、湖北イルミの広場、土曜日15日ですね、3年ぶりに、ね、復活したということで、太陽光発電を使っての、イルミネーション、もうね、ものすごいたくさんの方がね、来られてて、豚汁の振る舞いなどもあって、大変にぎわってましたね。これ、光のトンネルなんですね。で、続いてのお写真ももう一点ね、イルミネーションからなんですけれども、皆さんの手作りでね、こうなんかすごい、ね、派手さはないんだけど、はい、ね、お花とかね、このサンタさんとかね、あれ、猫バスもありましたね。はい、猫バスもね。猫バス有名ですね。有名ですね。はい、こちら1月の14日までね、毎日午後5時ぐらいから点灯しているということですので、ね、ぜひこちらの方よろしかったらご覧になってみてくださいね。国道8号線早見の交差点からすぐ近くになります。さあ、そしてもう一つ湖北らしいね、冬の風景ご覧いただきましょう。こちらはついにこの季節がやってきましたね。赤かぶですね。これハサボシって言うんですって。これは、長浜ミーナの、ね、編集長の小西さんが撮影してくれたんですけども、場所は、前原市の浅妻千曲、はい、琵琶湖岸のところですね。奥の方にね、ちょっとこう雪、ちょっと雲かぶってますけど、伊吹山なんかも見えてね、はい、いい風景ですね。はい、小西さん、ありがとうございました。さてね、またスタジオの方戻っていただいて、皆さんどうですか、こうなんか冬といえばなんて、パッとこう自分で思い浮かぶ冬ならでは、冬といえば、ちょっと田辺駅長さんから。おからさん。はい。どうですか。うん、冬といえば。冬といえば。あえて餅って言いたいです。餅。いいですね、餅ね。ああ、よろしいですね。これから美味しくなりますよね。はい。はい、お餅は、水鳥ステーション、道の駅でも。はい、そうですね、餅米たくさん売ってます。そうですね。はい。上田さんはどうですか、冬。冬、うん。おでんですかね。おでん、いいですね。はい、おでん熱燗でね。はい、私はコンビニでよく買うんですけど、ね、自分で作られたおでんですか。最近ね、大量にもらったんですよ。あ、ももまだいっぱいありましたね。あ、いいですよ、これ持ってきていただいてよかったですね。あ、今回ね、そうですね。おでん、さあ、食べ物ネタ2つ来ましたけど、お、じゃあ池田さん、ここで1つ期待しちゃおうかな、期待しちゃおうかな。冬といえば雪ですね。雪ね、はい、はいね、雪、いいですね。まあ、この間ね、ちょっと湖北は大寒波があってね、結構雪たくさん降ったんですけど、もうね、一旦こうちょっとね、積もったのが溶けたっていう感じですよね。はい、さあ、ちょっとね、若干番組のオープニングややね、電波の調子が悪かったみたいなので、もう一回ちょっとご紹介させていただきますね。スタジオ湖北、湖北内外の情報を生放送でお届けしております。今週は湖北野鳥センター琵琶湖水鳥湿地センターから生放送でお送りします。そして改めましてゲストご紹介します。じゃあ今度は真ん中からいっちゃおうかな。はい、湖北野鳥センター専門員の上田純さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしてこちらね、私寄りの方です。同じく湖北野鳥センター専門員の池田翔平さんです。こんばんは。はい、よろしくお願いします。そして一番右側です、お隣にあります道の駅湖北水鳥ステーションの駅長さんです、田辺雅人さんです。よろしくお願いします。ということで、オープニングいろいろね、やっぱ生放送はね、いろいろあるんですよ。もうこれに慣れていくしかないんですけども、さあね、ということで、この野鳥センターからお送りするということで、今日の番組テーマはこちらです。じゃん、水鳥の世界へようこそ。かわいいですね、これね。これ何でしょうね、一応カモかな。あ、カモですね。カモですね。はい、はいね、カモがネギショってやってくる。なっといてはいけないんですよね。いけないんですよ、いけないんですよ、いけないんですよ。ね、まあ、この湖北野鳥センターがある一帯ね、湖北、水鳥公園というふうにもなんか呼ばれてるんですよね。
はい、すごくたくさんの、まあ、野鳥、水鳥をはじめ野鳥が見られるということで、すごいもうかなり全国的にもなんか、ね、有名になってきましたね、はい、ということで今日はそんな水鳥の話題をお届けします。皆様からのチャットでコメントもお待ちしております。スタジオ広報区の、ね、ホームページからユーストリームをご覧いただいている方は、画面の下の方にチャット打ち込む欄が、ね、そうありますので、ね、はい、そちらにパソコンまたは、ね、スマホでこうちょっと打っていただいて、そして送信ポン、面倒な登録一切ありませんので、どなたでも送っていただけます、ね。この鳥大好きな方、どの鳥が好きでしょうかね、あるいはあなたのこうなんか水鳥に関する、ね、思い出とかエピソード、ね、それからこんな鳥見たことあります、水鳥センター来たことあります、そんなコメントも大歓迎です。ご感想そしてご質問も OK です。じゃんじゃんお寄せくださいね、お待ちしております。さて早速ね、行きたいと思うんですけど。